って、ほら毎年お正月にやる関東の大学駅伝の、今年は青学が優勝しました。でも5区といえばあの山道だろ。山の神とか伝説のランナーが生まれるところですよね。でもあれ20キロ以上あるんでしょ。駅伝好きの友達と3人で行ったんだよね。特に一人が好きで好きで、彼女ずっと金山近辺に住んでるの。ほら、熱田神宮から伊勢神宮まで行く大学駅伝があるでしょ。そのスタートが見たくて、ずっと熱田神宮まで歩いて行けるところに住んでるの。変わってるのよ、かりんちゃん。変わってるって本当に言われるって。すいません、座ってください。駅伝って、ほら、あの繰り上げスタートって出す日はなかなか繋がらないっていう、あれは何とも言えない悲しいわよね。そういえば、走ってくる選手が見えているのに、あと少しなのに、バーンってな。倒れ込んで泣き崩れて、もうこっちが泣けちゃいますよね。かりんちゃん、箱根駅伝は録画して1年に何回も見て、その都度泣くの。え、10時間以上あるんじゃないの。確かに変わってくるね。私は生放送だけでいいわ。なんかすいません、ありがとう。ホームはどうだったの。山道、うん、足おかしくなっちゃった。小田原の駅でレンタカー借りて泊まる旅館に行ったの。大平台ってとこ。うん、おー、大平台、あの有名なヘアピンカーブの手前だな。すごい、団長さんよくわかりますね。箱根は燃えるからな。あ、そうだ、あれ箱根登山テストでマルカが使えたって言ってたよね。うん、今でこそ電子マネーってどこでも使えちゃうけど、鉄道会社が違うと使えなかった頃だったのにね。いつ行ったの。10年は経ってないかな。じゃあ寒冷土門はくぐってない。テレビって通れなくなった。団長さん、本当に詳しい。季節はいつ。11月半ば。へえ、じゃあ、紅葉は綺麗だったでしょう。登山鉄道で綺麗だねって話してたかな。あ、私、箱根登山鉄道ってこうね、山をくるって回ると思ってたの。そしたら斜めに下って、斜めに下って小田原駅まで行ったの。へえ、テレビで踏切は見てたけど、そういう